皆さんこんにちは、サモンズステーションのお時間です。 MC のコウスケです。よろしくお願いします。そしてフォーゲーマーのオレックスです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、てなわけでサモンズステーションことサモスでは、サモンズボードの最新情報をどこよりも早くお届けいたします。ということで、前回の配信から1ヶ月ぶりのサモスでございますが、はい、定期的にやらせていただいております。はい、もうね、はい、梅雨が明けて、僕らのね、今のね、ああ時期的にね、はい、梅雨が明けて夏が始まったと、はい、いうことでございますが、オレさん、夏の予定なんてありますか？夏の予定本当にないねあのね、僕らね、これ多分何回ももう結構やらせてもらってるんですけど、はい、何にもないよね。情報アップデートされてないよね。ずっとここ4、5年同じことを言い続けてる。何もないね。多分さ、ここでさ、例えば、結婚しましたとか、はいはいはい、子供が生まれましたとか、はい、例えばなんかじゃあ新しく家とかね、引っ越しましたとか、はいはいはい、何にもアップデートされてないよね。ほんと一緒、うん、だからサモンズボードが唯一俺たちのアップデートか確かにね、うん、まあでも毎回俺結構その見返すと、うん、ああ1ヶ月前こんな感じかってちょっとこう懐かしみあるけどね。確かにね。だし、うん、実際みんなが見てるのは多分このその時の時期の僕らじゃないから。そう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 、またちょっとズレがあるんだよね。はい、うん、もう今はね、夏真っ盛りでございます。暑いですね。まあまだね、多分これ配信されてるのは夏だと思うんですけど。そうだね、はい、うん、ということで今回も、いろんなねサモンズボードの情報がね、見どころいっぱいあるということで、はい、まずは見どころ見ていきましょう。こちらでございます。はい、ハーフアニバイベント情報、そしてサモンズボード最新情報でございます。はい、まあ、今回ですね 9.5 周年、もう目の前、10周年目の前に来ますけど、はい、ハーフアニバーサリーイベントがメインということで、はい、楽しみでございます。はい、ということで早速最初のコーナーに参りたいと思います。こちら、ハーフアニバイベント情報。よいしょ。さあ、ということで今回のハーフアニバー紹介していきましょう。こちらでございます。みんな大好きサモランドが帰ってまいりました。はい、まだねちょっと記憶新しい、はい、9周年のアニバイベントで登場したサモランドが、ハーフアニバで再登場でございます。はい、もちろんね、ダンジョンやキャラクターの追加もあるようです。ということで、はい、みんな大好きね、みんな大好きみんな大好きってそんな掛け声あった、そのサモランドで。まあでもまあそういうね、あのこうテーマパークですから。そうだね、楽しい場所っていう感じだね。はいはい、まあでも、あのこの前のね、例えばなんかイベントとかで、うん、新規にやった人からしたら、ね、あ、こういうのあるんだって、ね。そうだね、ね、うん、新しいものですね。はい、なので、まあね、知ってると思うんですが、新規の方向けに、サモランドの簡単な説明を、したいと思います。お願いします。サモランド。サモンズボードの人気キャラクターたちがキャストとして召喚師の皆さんを幻想と冒険の旅に誘ってくれる、興奮と歓喜が交差するテーマパークとなっております。はい、はい、そんな、サモランドのイベントなんですが、前回のまずイベントを振り返っていきましょう。こちらです。はい、ということで前回はですね、2023 1月26日から3月9日の、まあ、1ヶ月強のだいぶやってたよ ね、やってましたね。まあ、約1ヶ月半といっても過言ではないぐらいの期間。はい、サモランドの真ん中のアイコン可愛いよね。そうね、これだからオリジナルの多分ね、あれ可愛い。はい、まあね、分かんない人から説明すると、今までのサモンズボードに出てきたキャラクターたちがまた新たな装いで、そう、ね、僕らを楽しませてくれてる、そんなイベントでございました。なんかガッチャーのキャラクターとかね、ボスで出てきたりとか、そういうのもあったりして、ちょっと新鮮な新しい形で楽しめるものでしたね。はい、でこんなキャラクターもガチャで登場しました。こちら、はい、ということで、まだ記憶新しいと思いますが、シュガーステラや、シュガーステラ、ヨイコ、ハザン&バーロン、そしてニスカでございます。ニスカ欲しいな。あ、持ってないんだっけ俺。ニスカだけいない。シュガーステラとハザバロはいるんだけど、これね、この3体すごい相性いいんで、ぜひとも皆さん揃えたいね。はい、これを機に。そして、こちらのイベントもございました。はい、神宮ダンジョン、サモンゲートエリアとかね、マリンファンタジア、コズミックゾーン、あー、コズミックゾーンね。はい、そして、ね、協力マップとかでもパパペンいましたね。はい、いたりとか、いろんなねキャラクター登場いたしました。うん、はい、ということで、オレッチさんね、どうですかこのサモランド振り返って。いやー、そうですね、まあ、いろんなね、キャラクターが登場するだけでなく、うん、操作官が潜入、ね、ガチャのキャラクターとかで、はいはい、操作官が潜入したり、まあ、支配人がパパペンっていう、ちょっと不思議な設定が、なんかさ、あれだったよね、ちょっとなんか隠しがあるみたいな、そう、なんか陰謀あんじゃねみたいな、そう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 、ちょっとその裏が見え隠れするようなものもあった気がするので、はい、まあ、そういうとこも気になったりとか、あとはまあ巨大メカにね乗ったりとかっていうのもあったりして、ね、まあ、なかなかこうエンタメに富んだ
あのコンテンツだったかなという印象がありますね、はい、で僕のね台本にも書いてあります、はい、今回のイベントでその謎の答えが出るのか、え、それとも謎が深まるのか、お両極端ということでですね、はい、ここからは、サボランドに登場する新キャラクター、はい、紹介していきたいと思います。1体目はこちら、アニバプリエがガチャに登場いたします。こちらプリエは、サモランド内で行われるナイトパレードに出演しているプリエでございます。すごいなんかあれだね、あのアニメとかのキャラクターにいそうな感じだよね。もともとちょっともっとね、なんかおしとやかなイメージだったけど、ね、結構こうキラキラな可愛い装いで、お姫様っぽいところから、はい、ナイトパレードで出てくるプリエでございます、はい、さあどんどん参りたいと思います。続いてはこちら、マルティカイザーが登場いたします。こちらですね、転生獣マルティウスがサモランド内の守護ロボ化して登場。パーク内で売られている限定フィギュアがとっても人気らしい。へえ、ね、マルティウスのロボバージョン。なるほど、はい、まあフィアドラークがね前回アトラクション的な感じで登場したけど、はいはいはい、今回マルティウスで、これあれなんだね、守護ロボなんだね。守護ロボです。なんだそんな守らなきゃいけないかもしれないね。どういう感じなの。まあその世界観もあったりするからね、はいはいはい、そのランドのね、うん、さあということでこちらね登場いたします。そして続いてこちら、はい、ドルケストル・ノワールが登場いたします。こちらですね、サモランド内で行われている光と音のナイトイリュージョンでタクトを振って光を操る魔術師ダンサーでございます。あ、これはもうね、うん、もうあのツイッターのフォロワー100万人ぐらいいる人気アクターですよ。確かにね、もうこれをみんな見に行くみたいな、ね、見に来る感じある。もう座長的な感じなんだろうね、はい、きっとね。そうね、あ、さあこちらのノワールもねちょっと謎のキャラクターでございますが、こちら新キャラクターというふうになっておりますので、はい、まあね、どんなキャラクターなのかね、まあ、おいおい見ていきましょう、はい、さあどんどん参りたいと思います。続いてはこちら、ローズマリーが神級ロールダンジョンに登場いたします。サマランドの新アトラクションのキャストとして登場するローズマリー、クルーズ船の船長姿でお宝を目指してダビドの森を探検すると。ローズマリー自体が、はい、販売されてるあのパッケージのキャラクターで、そうそうそう、魔法使いだったのが、うん、今回この冒険家みたいなので、はい、でこのダビドの森って、そうね、僕らの大好きダビド、うん、そうダビジーの関連なのか分かりませんけど、うん、はい、はいはいはい、ということで、しかもねロールダンジョン久しぶりの登場。あ、確かにロールダンジョン久しぶり、はい、いうことなんで皆さんねこちらも楽しみにしてください、はい、さあまだまだあります。続いてこちら、ムルナリアが登場いたします。こちらサモンランド内の、新規ホラー系アトラクションに登場するラスボスとなっております。あー、なるほど、ムルムルとルナリアの、はい、まあ、複合っぽい感じなんだね。はい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 、なるほどね。こちらですね、まあ、ムルムルは皆さん見たことあると思うんですけども、はい、ルナリアはオレツさん分かりますか。あ、塔のね、フォレズの塔のボスとして登場した、はい、ちょっと緑が貴重のタイプの、ボスモンスター、はい、はい、こちらもですね、メツロールですからね。ね、メツのロールなんだね、はい、あ、楽しみだね、はい、楽しみにしていてください、うん、さあさらにこちらも登場いたします。こちら、アニバ・カセンコがランバト報酬として登場いたします。サマランド内のキャストとして風船を売っているカセンコでございます。カセンコのイメージは、うん、ガチャ出して、うん、いやーって出てきたイメージ。このイメージ可愛いんだよね。可愛い、はい、さあカセンコもねこちらランバト報酬なんでね、うん、頑張って手に入れてみてください、はい、続いてこちら、はい、アニバ・ラナが交換所に登場いたします。こちらは、サモランド内で行われているダンスショー、サモディグラリズムに登場するラナでございます。なんか可愛いねこのラナちゃんね。そうね、うん、だからちょっとなんか装いも変わって、そうだね、うん、ちょっとキャストみたいな感じで、はい、しかもね、隣にいる、うん、ドゥームくんが、ドゥームエルシュくんがだいぶ可愛らしい感じ、うん、意識してるよあれで、ね、見られるの意識してる変われるそれはい、じゃあ続いてこちら、ネレイディアも登場いたします。こちらですね、サモランドのプリンセスの一人のうちの一人、親友の泡の魔女ファルーラから借りた、使い魔を連れて泡を振りまくと。ファルーラから使い魔借りてるんだね。ね、へえ、こちらも交換所に登場すると。なるほど、ネレイディア久しぶりですね。ね、久しぶりに言いましたね。はい、ということで、続いてのスライドこちらでございます。覚醒情報よいしょ。まあこのタイミングなんでね、はい、はい、ということで、ね、誰が覚醒するんだということでございますが、はい、うん、ハーフアニバイベントキャラからこちらのキャラクターが覚醒いたします。はい、こちらノワールが覚醒決定でございます。
まあ、明らかにねちょっと目玉っぽい感じですから ねノワールくん、はい、うん、なんでこちらのねノワールの覚醒お楽しみいただきたいと思うんですが、はい、オレツさん、はい、やっぱ気になりませんか。まあ能力はやっぱね各キャラと気になりはしますけど、はい、はい、まあ、今回は僕だけが見れる、意味わかんない、それは意味わかんないからということで今回こちらでございます。はい、キャラクター制度情報、ありがとうございます。はい、ということで今回のハーフアニマに登場するキャラクターの性能を一部ご紹介いたします。ということで早速見ていきましょう。まずはアニマプレイの性能を公開いたします。こちら、はい、はい、ということでオレッツさんお願いします。はい、今回ですねアニマプレイはリーダースキルが常時20倍で状況を満たせば28倍の効果力、エタキュメンも軽減と回復で盤石な、ステータスになっているかなという感じでございます。スキルはですね短いサイクルで1万2000のブロックを展開ができる、うん、まあ、結構ね最近一撃でバーンみたいなのもあったりするんですけど、はいはい、まあ、対抗手段としても結構大きいかなというものです。で、味方一体に強力な選択型オートダメージを付与できるということで、うん、TP スキルは1回目の使用時に、味方全体の HP を 100%、うん、で2回目以降も、スキルターンを減少できるっていう、まあ、かなり、強力な、TP スキルになっている。しかも消費は20という感じですね、うんうん、はい、これってさ、うん、スキルなんだけど、はいはいはい、ちょっと複雑じゃん、だいぶ。どういう感じなの。そうだね、まず最初に、オートダメージを付与する味方を選択する、うん、はい、でその後、そのキャラクターが、また、オートダメージのスキルを発動した時に敵を選択する。あー、なるほど。なんか2回選択が発生するスキルになってます。なかなか今までいなかったじゃない。そうだね、かなり特殊なやつだと思う、うん、しかも40枠かける3連続で誘爆時20枠かける3連続だから、うん、威力もかなり高い。なるほど。っていうのが特徴かなと思います。はい、ありがとうございます。はい、さあ続いてはマルティカイザーの性能でございます。こちら、はい、マルティカイザーは、リーダースキルが HP3.5 倍の、耐久力と HP ゾーンダメージの倍率を掛け合わせで35倍まで出せると。でスキルは複数の味方にオートバフのスキルブーストですねを付与して回転を早められる、うん、これ結構最近でちょこちょこ出てますけど、ね、はい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 、で十字三列の後輩に残り HP1.5 倍のダメージスキルを打てると。で自身のリーダースキルを用いることで火力の高い HP 依存ダメージを運用可能というのが特徴ですね。なるほど。そして TP スキルはダメージ増加デバフを3回まで使える。しかも使うたびに倍率が変化していって 1.5 倍から 2倍 2.5 倍まで変化すると。 2.5 倍はかなり強力なので、うん、まあ、タイミングをしっかり選んで使っていけばすごく強力になるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。そして、今回のね覚醒も決定しました。こちらのキャラクターでございます。はい、はい、ノワールのまずは覚醒ね前でございます。はい、はい、もうこのまま覚醒しましょうか。じゃあ覚醒変身後はこちらでございます。はい、覚醒ノワールはリーダースキルが対象がですね水、光、うん、闇で幅広いんですね、うん、で条件も HP 量だけなので、まあ、扱いやすいというのが特徴となっております。でスキルがですね覚醒変身前からスキルで3ターン効果がある攻撃力アップを自身に付与できる、うん、で覚醒変身後は、スキルによる攻撃力アップの倍率が大幅に上がります、うんうん、さらにですね盤面 NG に高倍率のダメージスキルを打てるようになる。盤面 NG ノーアールだからかだと思う。ちょっと方向あってるか分かんないけど、こういう、うん、こっちかこうなる、はいはい、っていうのがありますと。でボスの位置を調整することで最大3ヒットまで狙えると。まあ要はこのここの部分だね、はいはいはい、ここの部分、はい、を狙うといけると。なるほど、はい、で、位置調整に役立つ効果を自前で持っているのもまた特徴かなと思います。そしてスキルについている盤面 NG のバインドトラップで敵の位置を固定すると。ほーで TP スキルによるムーブ&ノックバックで敵の位置を移動させていく。で割とその敵をロックしながら動かせないようにしながら好きな位置にこう配置できる、うんうんうん、なるほどっていうのがまあ魅力なのかなと思います。はいはい、ということでございました。オレツさんありがとうございました、はい、さあオレツここまでどうでした。そうね、やっぱノワールがすごく、魅力的なのは確かなんですけど、うんうんうん、やっぱプリエもマルティカイザーもその覚醒しないけど TP スキル使えますよっていう、うん、まあその戦いの幅がある形になってるんで、うん、まあ、どのキャラも魅力的だなととても感じましたね、うん、ということでありがとうございました。まずはですね、はい、ハーフアニバのキャラクター紹介はここまでとなります、はい。ここからはですね、ハーフアニバーイベント情報をご紹介いたします、はい、まずはこちら。ハーフアニバーログインボーナスとして期間中毎日ログインで光結晶最大30個がゲットできます。さらに宝玉化されたペン、ベビーハニー、エフェクターも登場いたしますと。おー、これもね、はい、毎回同じですけど、はい、ログインしてね取り込むと、まあ、30個もらえるんだよね。でかい、だいぶでかいんで、ちゃんとログインしてればそれだけあるってのはでかいですね、はい、はい。そして今回もこちら、
東マクツ滅球が連続開催いたしますと。はい、あバハラが、はい、初復活ということですね。うん、なんでね、多分これ結構1年ぐらいは開催してなかったっぽいんで、うんうんうん、だからその時に、ね、逃した人は確かにぜひとも党を攻略していただきたいと。あと補足情報入ってますね。ボスはソウルダンジョン滅球攻略でまあ有効なので、うん、まあ、結構取り逃がした人とかはこの機会を逃さないでほしいという感じですね。はい、ということで、その他の、ね、情報はイベントページをご確認くださいということでございました。はい、はい、ということで気になるハーフアニマの開催期間はこちらとなります。はい、7月25日火曜日から8月24日、木曜日の予定でございます。いやー楽しみですね。はい、もうやっぱね切れ目、この大きいイベント半年に1回来る切れ目がね、やっぱ我々としてもすごく楽しみですし、楽しみだね、早くやりたい、うん、まあ、今回はプレイはないんですが、ね、毎回ちょっとさ、こういうやつ変えないとさ、あそうだ、ね、またあるんでしょと思われてもさ、確かにね、うん、一回ちょっとねフェイク入れとか、そうフェイク入れとか、すいません今日はフェイク多めですごめんなさい、俺さ今回もございますありがとうございます。はい、ということでこちら、はい、ハーフアニバキャラクター先行プレイでございます。ありがとうございます。はい、今回の先行プレイ編成は、はい、ハーフアニバで登場するノワール、はい、先ほどのねをリーダーとしてアニバプリエと交換所に追加されるアニバラナ、うん、さらに、運命の手前にある、少女たちを入れたメンバーとします。はい、なるほど、挑むのは、サマランドのですね神級マリンファンタジアに挑戦していただきたいと思います。なるほどなるほど、はい、はい、ということで、オレツさんね早速準備していただきたいんですが、はい、こちらのキャラクターですが開発途中のものとなっております。実施時とは異なる内容となっている可能性がございますのでご了承ください。はい、それではプレイスタート。さあということで俺さ、はい、はい、始まりました。もういきなり目が痛いまあ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 、これはまあ普通にね、うん、演出なんでね。でもここ終わったら能力とか見ながらいきたいと思います。はい、いやトロピカルだねサウンドが。そう、普段さミュートとかしちゃってるからさ、そうね、あんま聞くことないけどすごい音楽いいよね。そうなの、さあノワール、はい、まあ、さっきも能力自体見てるんですけど、うん、まあ、改めてちょっと確認するとはい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 、まあ、だから覚醒しても強いし覚醒する前もねだいぶ使いやすいそうな感じでしたから、あプリエとノワールを組み合わせていくのは良さそうだな。おラナはまあ相手のこう受けるダメージを上げていく、うんうん、まあ、ここの5人セットは攻撃力を上げる位置変更かな、攻撃力はノワールは自分で上げれるから、うんうんうん、まあ、そう考えたら位置変更でこの5人セットをうまくやっていく感じかな、はい、OK、じゃあ一旦、プリエで、あプリエのやつスキル見てみようか、こうやっていくと、はい、まず味方選択ロック入れて、はい、で今回属性の都合でこのみたいなんだけど、うん、しっかり合わせれば誰でも選択できる、あ自分もいけるんだ、いけますね、でこう選択していって、うん、でスキル合わせると、オートダメージなんで次っす、次のターンね。そう、でオートダメージ付与、オートダメージのタイミング4回選択、なるほど、はい、強い、お強いね、お強いです、お喧嘩してる喧嘩してる落ち着いて、はい、ちょっとノワールくんてかプリエかプリエノワールがね、でここが、40倍かける3連続、うん、で4回選択、うん、まあ大体分かれたりしたら2回なんだけど、はいはいはい、で十字列の誘爆時20倍かける3連続っていうのがあるから、まあ、ここはすごく強力ですね。どうしよっかな、あれがあるからなんか一旦ちょっとスキル貯めたいよね。そうだね、見したいんだよね。まあ運命の少女たちはまあいいとして、うん、ランナーは使っとくか。これ防護、これ反射とかつけられたらやばいな。反射つくか。うわあ！しかもスキル開始されてないパターンね。しかしですよ、ノワール君は覚醒。お。じゃじゃーん。はい速攻と。
で、ノマル君は自分で攻撃を上げながら、うん、スキルを放てますんで、はいはいはい、ただどっちかな、左上とかに押し込みたいな、これ。じゃあ、ああ見えました、見えた、見えました、これいいですか、はい、そこに置いて左来るんですよ、ボスがね、はいはい、おしたら、お3つ分当てれる、え、ちゃん、あ、なんだお前自由にいけるんかい、強えじゃん、 N じゃない、 N じゃない、 N 盤面じゃなかった、ほら強えな、でもそう考えても、でもこれは一旦ここステイでいいかな、いや強矢印使いたいから押し込め、はい3列当てていく、はい、いやでもこれ攻撃力入ろうと、あープリアが一番、いやおかしいけど、はいはい、あーいいダメージ、はい強い、楽しいって、おちゃ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 、全部消された、全部消された、あとさ、あれ思ってたんですよ、スキル打ってからの TP スキルだったじゃん、いや、ね、あっちの方が、チェーンだった、ね、TP スキルを打つことによって、うん、上に押し込んだ、あ、上に押し込みたかった、そうで、ここ3個当てたい、はい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 、そう、そうだね、スキルだけ打てるやん、いやでもまあ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 、一旦ブーストをしつつだね、死なないよね、まさかの、まさかのね、あの一気に全部上から消されるって言って、上書きされていく、まあでもこれ反応してプレイ、そうだね、あの HP が減ったらなんじゃないかな、うん、まあでもこれもあともうスキル貯めるだけなんで、はい、余裕です、あでもラナもちょっと見ときますか、ラナ見たいね、うん、ラナはラナちゃん普通に相手の、うん、受けるダメージを増やして、なおかつ、うん、300倍ですね、お強いじゃん、まあ、割とここのシーンではまあ、うん、まあ、ね、こいつがねめっちゃ硬いんだよ、そうそうそう、そもそも、もう次で終わりです。トゥトゥトゥルトゥ。もっと遊ぼうよ。関係ないんだ。さあ。まあ一応ね。まあ、一応ここを手で自分にもかけれますよというところを見せつつの。はい、もういいか。はい。はい。ナイス。素晴らしい。次よ。素晴らしいノワール君、そしてプリエラナでございました。オレッサさんありがとうございました。ありがとうございます、はい、さあということで、ね、オレッサさんにプレイしていただきましたが、どうでしたか、はい、いやすごい、やっぱね組み合わせが強い、うんうん、プリエノワールの組み合わせがすごい強くて、うんうん、でラナの、ちょっと今回見事ちょっと地味だったんだけど、うん、あの 1.5 倍、ヒダメージを増やすみたいな効果がやっぱ使いどころ多くて、あのダメージを伸ばすのにすごい重要な要素になってるんで、うん、あのとても3体とも魅力的だったなと思います。はい、はい、ということで、改めてですね、ハーフアニバ開催期間はこちらとなります。はい、7月25日火曜日から、8月24日木曜日予定でございます。はい、はい、ということで、まもなく始まるハーフアニバイベント、皆さんもお楽しみに。以上、ハーフアニバイベント情報でした。続いてはこちら、サモンズボード最新情報。やいやい。さあ今回は今後開催されるイベント関連の情報を紹介いたします。まずはこちら、激戦始まる総力戦でございます。おー来たね、今回は3回目の総力戦、はい、今度はどんなボスが待ち受けているのかということで、もう情報いただいております。お、そうなんですね。こちらでございます、次の総力戦のボス、サビーリでございます。なんかすごいな、あの原型がないというか、そうね、すごい水の塊のような、はい、どこが、あ、でもなんか手と足っぽいのは若干見えるね。でもだからコアがあって、それがなんかちょっとあれじゃん、水周囲に使ってみたいななってる感じだね。はい、ということで、総力戦のボスといえばこちら、覚醒情報でございます。今回2回目の覚醒情報なんですが、今回のね、ボス覚醒いたします、こちらでございます。はい、おーすげー、こちらサビ入りの覚醒状態でございます。なんかあれは、あのなんか黒いところあるじゃん、うん、ちっちゃい可愛い手、あ、手だ、ね、本当だ、ギャーみたいになってるよね。ちょっとだからそういう生き物みたいな感じなのかな。俺がね、うん、ち
ちょっと近すぎるゆえになんだけど、うん、ちょっとコウスケに見えてきたの。なんで今日の色も相まって、この感じ俺の色も相まってね、今日 T シャツのコウスケみたいな違うよ。ああそうか、サビ入りだからね。あすいません、総力戦で俺みんなから倒されちゃうじゃんバンバンバンさあということで、はい、こちらの流れでですね、うん、こちらのキャラクターも紹介しておきます。はい、はい、こちら、スカルバトラでございます。へえ、スカルシリーズ、まあ、キュレーターもいたし、はい、メイデンもいたんですけど、まあ、それに近いのかな。はい、ということでこちらもまだ謎多きキャラクターなんですが、はい、こちらのモンスターもこちら、はい、覚醒いたします。おー、かっこいい。はい、なんかこう手が増えて銃みたいな、なんだろうね、こう、いや、この俺ね、アンデッドっぽい感じの、うん、しかも赤い感じ、うん、めちゃ好きなんだよね。俺スカルシリーズ全体に好きなんだけど、はいはいはい、特にやっと来たなと、うん、火属性のやつが、これ楽しみですね。はい、ということでこちらもね、ちょっとまだ、情報はね、まだまだ分かってないんですが、はい、イラスト先行公開と、はい、ということでございました。そしてこの流れでですね、はい、まだまだ覚醒情報ございます。続いてはこちらのキャラクターが覚醒決定です。おー、はい、アスラブが覚醒決定でございます。このシリーズが来たんですね。はい、こちらね、5回の統治者シリーズ。あー、そう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 、5回の統治者シリーズ。はい、ということで、アスラブの覚醒後の姿はこちら、はい、こちらでございます。より姫感が、そうね、王女様感が上がってますね、はい、出ました。つうことは、5回の統治者シリーズの他の、うん、まあ、例えばエットワールとかテンクーファとかが、うん、はい、まあ、今後覚醒していくのかなと。俺っちさん、はい、なんで言っちゃうのということでこちらのキャラクターです。はい、エトワールが覚醒決定でございます。エトワール側から来るんですね。はい、でこちらですね、エトワールのですね、はい、今回ちょっと先の実装となるので、うん、ラフイラスト紹介したいと思います。こちらでございます。はい、かわいい。ということでちょっと予想も変わってね、よりこうなんていうんですか、世界観がシンパンク寄りな感じになって、うん、なりましたね。かわいい。はい、ということでこちらはですね、もう一気に急に覚醒情報で4体バババッと来た、ね、4体紹介しましたが、うん、それぞれの登場はちょっと少し先になりますので、うん、期待してお待ちくださいということでございまして、はい、以上サモンズボード最新情報でございました。さあということで、オリツさん、うん、ハーフアニワイベント、うん、そしてサモンズボード最新情報、今回はもうサモンズボードの情報のみだけでお届けしました。のみだけで、はい、のみだけ全部勝つ。勝つは違う。違う違う違う、また違う。すごい、いっぱいあったね。それにしても、いや、そうですよ。やっぱハーフアニマなんでね。まあ確かに、ちょっと戻ると、はい、ああそうか。まあそのプレイもさせてもらいましたけど、うん、やっぱ注目は、プリエ、マルティカイザー、ノワールあたりの、うん、はい、まあ、ハーフアニバの目玉キャラ、そう、ね、となる存在がやはり気になる。で今回プリエとノワールやらせてもらったんですけど、うん、マルティカイザーはちょっと触れてない、うんうん、多分相性の問題だと思うんだけど、はいはい、なんだけどマルティカイザーもかなり強力だと思うので、うん、ちょっとね、あの実際に当てて遊んでみたいなというのがすごく強い、うんうんうん、あとこれか、メツキューロール、メスキューロールね。そう、やっぱね、あの我々というか、まあ、僕としては、うん、もうすごいやっぱこういう難しいやつがあるとすごい熱が入るんで、うんうんうん、こういうのはすごい楽しみですね、はいはいはい、でまあ今ね、あの直前に紹介しましたけど、ね、そう、覚醒もいろいろあるし、投資シリーズ、あとはもう天夫婦だけですから。確かに覚醒されてないの、楽しみですね。はい、あと総力戦もね、総力戦のね、どうなるのか、はい、3回また変わるのか、そのまま来るのか分かりませんが、はいはい、逆にコウスケさんどうでした、カセンコちゃんね。いやー、やっとカセンコちゃんのね、活躍の場が。いや、カセンコはね、うん、あの、なんていうの、かわいいよ。でもなんでこのキャラクターがみたいなのがいいね。そうだね、ここで来るか、ね、だから多分なんかあるんだろうね。人気なんじゃない、普通に運営側で何かこのキャラ行きましょうみたいなのあるんだ。多分単純にそのね、人気のキャラクターとか、うん、あのちょっと運営的に推したいな、うんうんうん、キャラクターとかが出てくる。でもいいよね、そういう意味ではこのイベントね。いや本当にいい。だからサモンズボードやってる人もすごい楽しめるし、新規の人もね、こういうのあるんだみたいな。そうで、こっから例えばね、天風が出てきましたとかさ、うん、他のキャラ出てきましたで、ね、うん、じゃあもともとどういうキャラなんだろうって、そう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 、見たりできるし、すごく覚えてね、うん、いいコンテンツだなと思いました。はい、はい、ということで皆さんね、こちらの開催日待っていただいて、そしてこちらまだね、あの覚醒書、さっきね、紹介した覚醒情報のやつはまだ先なんですけども、そちらも楽しみにしていただけたらというふうに思います。はい、ということで今回のサモステは以上となります。皆さんまた次回のサモステでお会いいたしましょう。せーの、1、2、3。
2、サモンズ 9.5 周年。バイバーイ。あざした。